どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、ラフテルとワンピースの正体、そのまとめ動画です。ワンピースの正体について一度全部まとめて、さらに今回は別視点からも考えましょう。まず、3年前に考えた、ラフテルとワンピースの正体とは、800年前のドクロの島、ジャヤの左目の部分が、攻撃されてできた島、それがラフテルだと考えました。そしてその島は巨大なクジラに飲み込まれていると考えました。さらにそのクジラは3つの正義の門に囲まれたタライ海流の中央、大渦の底に囚われていると考えました。そんなクジラの中にあるラフテルにジョイボーイの墓と代表ワンピースがある。1年前、ビンクスの酒とはお墓参りの歌だと考えたからです。これはブルックとラブーンの話がヒントでしょう。ラフテルはクジラの中にあり、そこには墓場、滅ぼされた王国の跡地があると考えてきました。そしてもちろんサンジの夢、オールブルーも一つなぎの代表ワンピースでしょう。そんなワンピースの正体とは、リオポーネグリフに書かれた落書きだと考えました。リオポーネグリフそのものがワンピース。通常のポーネグリフが灰色の石で、ロードポーネグリフが赤い石ならば、ロジャーがラフテルへ全て集めて置いてきた、読者の誰もまだ見たことがないリオポーネグリフとは、緑色の宝石、エメラルドでできていると考えました。リオポーネグリフそのものが価値あるお宝なら、ほぼ全ての謎が解決するからです。そのリオポーネグリフに笑える落書きが書いてある。落書きとはピースという意味だからです。さらにその落書きは、マスターピース、最高傑作、こりゃ傑作だ。日本語で傑作とは、天才的な作品という意味の他に、笑えるものという意味があるからです。以上が3年間考えてきた、ラフテルとワンピースの正体、まとめです。この考察を今回は別の視点から考えてみましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか?行きましょう。3年間の考察を新たな視点から考える、その方法とは、いつも通り、ダジャレです。小田先生は最終章はふざけたいとも言い、世界で最もふざけた能力を持つ太陽の神ことルフィは、笑い話、ラフテルを目指していますから、笑いについて考えなければ答えにたどり着けないと考えます。それこそがダジャレです。小田先生は幼い頃から落語を聞いて育ったそうです。落語の最後のオチはほとんどがダジャレです。ダジャレこそがワンピースへの道。ワンピースを表す重要なオチ、ダジャレとは13。13は宝物。それは遺産。遺産、宝物。ワンピースとは800年前、未来へ託された遺産なのかもしれません。13話では犬のシュシュがワンワンワンと鳴いているワンピース。犬のシュシュの宝物、大好きな主人のお店、それは遺産でした。その遺産がバギーに燃やされて鳴いています。さらに扉絵でルフィは亀を魚で釣り上げています。やはりラフテルは巨大な海洋生物に飲み込まれているのか。そして遺産といえばカヤの遺産でしょう。キャプテンクロはカヤの莫大な遺産を狙っていました。遺産こそがワンピースの正体。それこそがトミー。トミー。103はクジラ。トミーとはクジラ。日本の宝くじのマスコットは黄色いクジラ。宝クジラ。100話と1000話の扉絵には黄色いクジラも登場。トミーであるクジラの中に遺産がある。クジラの遺産の中に遺産がある。遺産と遺産。これがワンピースのオチなのか。その飲み込まれているラフテルという島は、かつてドクロの島の左目、目、瞳。ワンピースとは遺産であり、ラフテルはドクロの島の瞳だった。そして現在はクジラの遺産の中にある。さあ、ダジャレが茹で上がってきました。まだまだ茹で上がりましょう。さらに僕は、反転話数という理論も提唱しています。つまり13話、宝物がワンピースを表すなら、13話の反転話数にもワンピースのヒントがあるはずです。13話をひっくり返すと、31話真実。キャプテンクロの目的が、カヤの遺産であると発覚した回。やはりワンピースの真実は遺産なのか。それは悲惨。一つなぎの大秘宝。
3年前から考えているように、ワンピースの正体とは悲しみと笑いの表裏一体。スマイルの原料が SAD 悲しみだったように、エースの帽子が悲しみと笑いだったように、大秘宝とは大秘宝。滅ぼされた町、歴史、その跡地、そこにあるリオポーネグリフ、石に刻まれたのは文字であり、そして絵物語、漫画も刻まれている。北欧バイキングたちは石に絵を描いていました。そんな北欧神話で13は吉な文字、意味数とも呼ばれています。例えば北欧神話では12人の神々が宴をしていたところへ13人目のロキが乱入して、白い神、英雄バルドルを殺害しています。キリスト教でも悪魔を13番目の天使だと言い、13を悪のダースと呼ぶ。さらにタロットカード13番目のカードも死神です。つまり神が嫌う意味数、隠したい数字が13、神、天竜人が隠したいワンピース、それは13は宝物。そんな天竜人たちが隠したいものといえば真の歴史でしょう。真の歴史の本文、リオポーネグリフ、真実、それを天竜人たちは隠したい。それがリオポーネグリフ、それは緑の宝石、エメラルドタブレット。エメラルドタブレットとは錬金術の奥義が記された伝説の石です。このエメラルドタブレットがリオポーネグリフのモチーフなのか。それではエメラルドとはどのように作られるのでしょうか。エメラルドは岩石がマグマの熱や圧力によって性質が変化した宝石です。つまり以前考えた和の国、アラバスタ、魚人島、ジャヤなど火山帯でエメラルドは作ることができる。その火山帯の場所にはポーネグリフも存在していました。そのポーネグリフを加工できるのは光月家だけですから、もしもリオポーネグリフがエメラルドでできていても辻褄は合います。そして中世でエメラルドは魔法の石とも呼ばれ、未来を予言する力があると言われていたそうです。未来の予言といえば、ロジャーたちはラプテルで歴史の全てを知ったと言っていました。さらに光月おでんは20年後和の国にやってくるジョイボーイを待っていました。つまりリオポーネグリフには過去の真の歴史だけでなく、800年後に現れる世界を夜明けへ導く人物、ジョイボーイこと麦わら帽子の男、太陽の神ニカの存在も予言されていたのでしょう。それがリオポーネグリフ、緑色の宝石エメラルドなのか。そんな宝石には落書きも書いてある。笑えるギャグ漫画のような絵物語が宝石に刻まれている。それこそが傑作、ロジャーが泣いて笑ったワンピースなのか。海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。黄金鏡、エメラルドの都、大秘宝ワンピース。読者の誰も見たことがないリオポーネグリフこそがワンピースそのもの。そんな真の歴史の本文、リオポーネグリフがもしもエメラルドでできた9つの巨大な宝石なら、それは一つなぎの大秘宝だと言える。巨大な宝石ならルフィたちへのご褒美とも言える。エメラルドとは5月の誕生石であり、復活と再会を意味する宝石だと言います。エジプトやインカ帝国の王たちを魅了した宝石エメラルド、それは病を治癒する力もあったと言います。ペルシャやアラビアでは万能薬として扱われていたとも言います。エメラルドイコール万能薬、それならばウソップの嘘も真実になる。そのワンピースがある島、エメラルドの島ラプテルはクジラに飲み込まれている。なぜなら日本ではその昔クジラではなく別の名前で呼ばれていたと言います。ここが今回の新しいポイントです。クジラの別名、それはイッサ。イッサ、クジラはその昔イサと呼ばれていました。万葉集にはクジラはイサと書かれている。イサの遺産の中に遺産があるというのか。そんなダジャレ笑い話がワンピースのオチだというのか。それこそがワンピース最大の秘密。秘密、秘密なのか、これがオチなのか、ほげー。はい、これまでワンピースではラプテルとクジラが意味深に描かれてきました。例えば魚人島ではエメラルド色の海の森に墓とクジラが描かれていました。象のクジラの木の中もエメラルド色。
白ひげがワンピースは実在すると叫んだシャボンディ諸島もエメラルド色です。その白ひげの沈んだ船はモビーディック号クジラです。さらに旧約聖書によると神の命令に背いた預言者ヨナはクジラに飲み込まれたという。またギリシャでクジラはクジラ島と呼ばれる島だと信じられていました。さらにネフェルタリ・ディ・ビビが初登場した時もラブーンのクジラの肉を狙って捕鯨をしていました。やはりクジラはワンピースに関係がある。このように考えるとワンピースのロゴの王の文字はラブーン・クジラに見えてくる。そんなラブーンの誕生日は9月16日クジラ。916がクジラを表す。これは読者ではなく小田先生が設定した語呂合わせです。すると916話にワンピースのヒントがあるかもしれない。916話は和の国大相撲、浦島が沖国髪を切られてしまう。すると900年前に髪が切られたのか。さらに916話ではライオンのスマイル、ポールデムのお腹のライオン上次郎がお玉を噛んでいる。お玉を食っている。玉とは日本語で宝物という意味です。やはり宝物は何かしらの生物のお腹の中、食われている。遺産は遺産の中に。それはまるで1話のシャンクスの腕を食べた金塊の主。以前考えたように金塊の主とは金塊の主。腕とは日本語で別名ワン。シャンクスのワンピースを食べた金塊の主。その金塊の主の姿はまるでリヴァイアさん。ヘブライ語でリヴァイアさんはレビアタン。レビアタンとはクジラという意味もあります。ゆえにラフテルという島はクジラのような巨大な海洋生物に飲み込まれている。それではなぜクジラは島を飲み込んだのか。それもすでに3年前に考えましたが、おそらく13話のシュシュのようにクジラは仲間を守るために島を飲み込んだのでしょう。901話でサニー号を飲み込んで守った和田摘みのように。和田摘みとは日本の海の神様の名前です。その巨大な海洋生物が正義の門の中に囚われている。そんなクジラにはイサの他にさらにもう一つ別の読み方がある。クジラのもう一つの呼び方はゲイ。ゲイが海の底に囚われている。そしてインペルダウンにもルフィたちを助けたゲイ、ゲイのボンちゃんが海の底に囚われている。そんなボンちゃんの背中にはボンと書かれている。ボンとは盆章、除夜の鐘のイメージなのかもしれない。なぜならボンクレーとはボンクレー、8月のお盆と12月の年末を表している。だからボンちゃんのボンとは盆章のイメージ。それは大晦日に新年に向けて鳴らす除夜の鐘のイメージ。そんな除夜の鐘にも別名がある。除夜の鐘の別名、それは巨ゲイ、クジラ。ゲイのボンちゃんは囚われたクジラと鐘を表している。このメタファーが解ければいろんなものが見えてきます。鐘、ニアリーイコールクジラ。ワンピースで鐘といえばシャンドラの大鐘楼。例えば400年前に鐘が空へ消えたなら、800年前にクジラが海底へ消えた。そんな表裏一体もありえます。さらに鐘といえば39話、たがために鐘は鳴る。カヤの遺産を狙っていたキャプテンクローをゴムゴムの鐘で倒していました。さらにもう一つ鐘といえばルフィの16点章でしょう。前半の海の最後でルフィはマリンフォードにある鐘オックスベルを16回鳴らして黙祷を捧げました。死者への黙祷です。そしてその鐘は時代の終わりと新時代を表している。それはいわば除夜の鐘。鐘、ニアリーイコールクジラ。このメタファーが成立するならクジラは音の響きに反応しますから、後半の海の最後でルフィは鐘ではなくクジラを鳴らす、いや音でクジラを呼び覚ます。前半と後半の表裏一体。クジラは音楽でコミュニケーションを取ると言います。それではルフィが鳴らす音とはもちろん解放のドラム、ドンドットットドンドットット。空島のキャンプファイヤーや400年前のジャーでも聞いた解放のドラム、それは太陽の神ニカの心臓の鼓動。つまりロジャーが言う、俺たちは早すぎたんだ、
これは人魚姫、古代兵器ポセイドンの誕生と太陽の神ニカの出現を表しているのでしょう。太陽の神ニカの解放のドラムの音が重要。それがなければ世界を夜明け導くことができない。太陽の神ニカの解放のドラムの音で巨大なズニーシャは目を覚ます。巨大な鉄の巨人も目を覚ます。そして巨大なクジラも目を覚ます。世界の夜明けが迫っている。以上です。今回は3年前から考えてきたラフテルやワンピースの考察を一つにまとめて、さらに新しい視点と最新情報を加えてブラッシュアップしてみました。それは13話、宝物から導きました。13の語呂合わせ。遺産、秘密、悲惨、瞳、遺産、遺産。3年前には考えていなかった宝物13を表す6つの語呂合わせが奇跡的にもつながってきました。いや、宝物13を表す語呂合わせはもう一つあります。宝物13を表す7つ目の語呂合わせ、それは一味、一味、仲間がいるよ。ルフィにとって麦わらの一味もまた宝物なのです。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。